ご視聴ありがとうございます。竹地恵里です。今回はですね、ワイルドバンチフェスのオフィシャルグッズ販売についてお話したいと思います。僕の動画では CD レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。皆さんに共感いただけることだったり有益なお話ができたと思いますので、チャンネル登録で音楽仲間になってもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、本当であれば9月18日から3日間 Y 版は開催される予定でしたが、残念ながら中止となりました。香川のモンバスはクラウドファンディングを始めていて、目標の1000万はあっという間に到達して4000万を超える金額となっていて、おそらく Y 版もやるだろうと思っていましたが、現時点ではその案内はなく、今回オフィシャルグッズの販売が始まっています。モンバスの香川県は中止の保証はしないと言っていましたが、山口県は国に保証を求めているようで、保証してもらえればと思うんですが、やはり飲食店と同じように中止と保証はセットであるべきだと思っています。そして今回会場で販売するはずだったグッズが9月の17日よりスタートしていて、大まかな内容は T シャツとタオルと小物類となっています。行く予定だった方は来年の開催を応援するために購入してみてはと思います。一番の応援はチケットの払い戻しをしないということなのかもしれませんが、僕自身もそんな余裕はないので払い戻しをして今回グッズを購入しました。詳しくは公式サイトを見てもらえたらと思うんですが、グッズそれぞれのネーミングが面白いのと、山口の方言が使われたりしていて興味深いものとなっています。 T シャツはバックプリントにアーティストのロゴが入ったものが3300円から3500円で、タイダイの T シャツがカラートーンとクロススティッチというメーカーのもので、ワッペン T シャツがユナイテッドアスウェイで、他はプリントスターのものになっていると画像を見ると予想できるので、それぞれにサイズ表が微妙に違うので購入前にご確認されてください。で、僕がおすすめしたいのは、なんと2製の T シャツが2種類あって、僕も買ったんですが、特にライブワーカー19という T シャツがすごく可愛くて、安いから生地が良くないんじゃないかという懸念もあったんですが、これもプリントスターのもので、サイズ表を見てみると 5.6 オンスのヘビーウェイト T シャツと一致していて、この T シャツは通常バンド T シャツで使われているものなので生地は問題ないかと思います。ちなみに参考までに2019年の Y 版の時に2018年が台風で中止になった出来事をモチーフにしていて、僕も買ったんですけど、これはバンド T シャツと同じ生地にもかかわらず、なんと1000円という破格の設定になっていたので、生地に関しては安いものは使っていないと予想しています。あとタオルなんですが、フェイスタオルが1000円で、アーティストのタオルだと1500円はすると思うので安いし、バスタオルは2000円と、アーティストのものだと4000円はすると思うので、これもお買い得だと思うし、生地に関しては何とも言えないところがありますが、僕は青の特大タオルを購入しました。あとトートバッグもレジ袋有料化のために使うタイミングが多いので購入したんですが、見た目が頑丈そうだし700円だと安いのではと思います。最後にラバーバンドですが、集めている方もいると思うし500円なので買いやすい金額なのではと思います。ちなみに送料なんですが、北海道と沖縄以外の方は640円なので、フェイスタオルとラバ版を買っただけでも送料込みで2000円ちょっとで買えるので、払い戻した1日分のチケットで買っても約9000円は余ることになります。僕がおすすめした2000円の T シャツも家族の人数分買っても1万円いかないかもしれないし、これを買って来年のY版に行くのもありだと思います。ちなみに全商品数量限定で、なくなり次第終了となっているので、お早めの購入をおすすめします。そして来年の開催を皆さんで応援していけたらと思います。今回はワイルドバンチフェスのオフィシャルグッズの販売についてお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録が次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。